はい、どうも柳田です、今回はですね、いよいよ仕入れの話をしていこうと思います。よろしくお願いします、おそらくですね、ちょっと長くなってしまうので今日と明日で2本に分かれるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、よかったらね、明日も引き続き見てください。よろしくお願いします。で、最近はですね、この動画でメルカリで、まあ、月10万円稼ぐポイントっていうことでですね、ずっとお送りしてきたと思うんですけれども、まあね、あの順調にね、売上がね、上がっていったり、まあ、収益が上がっていくと必ずですね、仕入れが壁になって立ちはだかると思うんですね。商品がないよと、売るものがないよっていう風になってくる日が来ます。で、この時にね、どうするかっていうお話なんですけれども、まあ当然ですね、僕が話すんで古物市場の話になってきますけれども、もう分かってるよっていう方はね、まあもういいかなと思うんですけれども、今回はね、まあ、緩くですね、この古物市場に関する情報をね、発信していこうと思います。よろしくお願いします。で、まあ毎回のことなんですけれども、僕はね、まあ中古品の転売を10年ほどずっとやってきておりまして、まあ商品をね、仕入れてきてヤフオクとかメルカリとかAmazon で転売をしております。まあ、マックスで年商5500万円かな、まあ、そんなに大したことないんですけれども、年商で5500万円でした。で、この商品をね、どうやって仕入れてきてるかっていうと、古物市場とかブランドオークションを使って転売をやっております。で、このね、転売の手法に関しましては、こちらのチャンネル内にですね、たくさん解説した動画がありますので、そちらも確認してみてください。で、もうまどろっこしいことはいいよとね、もっと深掘りした内容を知りたいよとかね、同じようにして稼ぎたいよっていう方はですね、この動画の詳細欄にですね、ノートっていうサイトのリンクを貼っておりますので、まあそちらでね、古物市場攻略法っていうものを販売させていただいておりますので、まあそちらもね、よかったらチェックしてみてください。ということで、まあ本題に入っていこうと思うんですが、まあ要するにね、古物市場の解説になってきますね。で、僕はね、思うに、その商品が売れるというのには3つの要素があると思うんですね。で、大きく分けて3つあって、1つ目がね、商品。そして2つ目がですね、価格。そして3つ目に出品者のステータスっていう風に考えられます。で、いろいろなね、この動画で解説しているあの小技とかね、あの売れるコツとかっていうのは、まあこれのね、枝葉に過ぎないんですね。画像をきれいに撮りましょうとか、タイトルをね、上手につけましょうとか、商品の説明文をね、うまくしましょうとか、専用ページは作るなとかね、タイムラインがどうこうとかっていう話とかっていうのは、所詮小技に過ぎないと。で、最も重要なのはこの3つのポイントですね。商品、価格、出品者のステータスっていう風に考えられるんですけれども、この中でね、さらに一番重要なのは、あくまでも商品であるっていうことが言えると思うんですね。これは何でかっていうと、商品が良ければ売れやすくなりますね。で、商品の仕入れが上手にできれば、安く仕入れることができるんだったら価格競争にも勝てるとね、価格も安くして売ることができるし、お客さんの要望に応えて値下げしてね、受けることも可能だということになります。で、その上でね、ちゃんとした正しい取引をやって、まあ、綺麗な梱包をやって取引をすれば、出品者のステータスも上がっていくと。いい商品を安く売ってくださって、丁寧に対応してくださって、ありがとうございますっていうふうになるわけなんですね。なので、商品というものが最も大事であるっていうふうに僕は考えています。はい。で、なので今回は仕入れのお話なんですけれども、じゃあね、売るものがなくなってきた時にどうするかっていうと、皆さんはですね、まあ、僕の動画をね、見てくださって、こうね、古物市場、古物市場ねと、また言い出したぞと、柳田がね、古物市場のことを言い出した、ブランドオークションのことを言い出したっていうふうに当たり前のように思うかもしれないんですけれども、一般的に考えれば、この古物市場っていうものはですね、まだまだ知られていなくって、最近やっとね、やっと広まってきたかなと、僕がね、有効発信することによってちょっとずつね、浸透してきたかなっていうふうに思うんですけれども、なんかいろんな古物市場でですね、 YouTube を見てきましたっていうね、新規の参加者がたくさん増えてるらしくって、あと、まあ警察署のね、古物商の許可免許の受付の窓口もちょっと混み始めてるって話をちょいちょい聞くようになってきました。はい。なので、皆さんにとってはですね、また古物市場の話ねと、ブランドオークションのことねっていうふうに思うかもしれないんですけれども、一般の人はですね、必ずですね、古物市場ではなくたどり着くルートっていうのがあって、それがですね、店舗せどりか電脳せどりか輸出、もうね、この3択なんですよ、基本的には。で、ちなみになんですけども、僕はね、これ3つとも全部やったことがありますね。で、このね、店舗せどりと電脳せどりと輸入っていうのはですね、ちょっとね、上級者向けのものだっていう風に考えておいてください。なんかね、聞くと簡単そうに聞こえるんだけれども、非常に難しくって、そして非効率なんですよ。で、今回はね、ちょっと軽くこれを説明するんですけれども、まず非効率であると、非常に、ね、時間がかかるし、移動のコストもかかるし、手間もかかるわけなんですね。まあ、特に店舗せどりなんかはそうですね、お店をですね、転々と回って転売できる商品がないかっ
ていうものをね、こうね探していくわけですよ。なので非常に非効率で、その上その商品が見つからないと。で、見つかったはいいけど利益率が低いっていうような話になってくるわけです。これはね、新品の商品でも中古の商品でもそうですね。はい。このようなことが起こります。そしてそこそこ資金がかかるっていうことですね。最初のお金。これはなんでかっていうと、まあ当然なんですけれども、その販売してるお店の利益が乗っかっちゃってるからですね。はい。なので、そこそこの資金がかかると。だからリスクが上がるっていうことなんですね。なんで少し前の動画でクレジットカードの仕入れは絶対やらないでくださいねって言ってるんですけれども、まあこういう理由があります。で、電脳せどりは次どうかっていうと、非効率、まあこれもね、時間めっちゃかかるんですよ。売れる商品を探すのにめっちゃ時間がかかるっていうことが一つ。で、そのね、電脳せどりっていうものに参加してるユーザーが多いからなんですね。はい、自分だけがやってるわけじゃなくて、少なくともね、店舗セドリは自分からこう言ってね、その商品をね手に取った時、まあ、特に中古品はそうなんですけども、リサイクルショップなんかをね巡って回った時に、その売れる利益が出るっていうね商品を手に取った時に、少なくともね他の参加者はいないじゃないですか。この商品に対してこれをね横取りして奪ってくるっていう人はなかなかいないと思うんですね。で、この商品も一点物のことが多いんですね。この同じね売れる商品がたくさんあるっていうことはなかなかありえないので、自分だけがね、まあ少なくとも価格のその崩れるっていうことはねあんまりないと。でも電脳せどりはですね、ほとんど新品の商品を取り扱って参加しているね人数が多いんで、価格競争に合う可能性があるということなんですね。で、この同じ点で非効率であると。で、商品のリサーチにめちゃくちゃ時間がかかるとね。で、商品が見つからないし、見つかっても利益が低いと。だいたい 10% とか 20% がいいとこっていうような、そんなイメージをしておいてください。はい。なので作業量の割には全然利益が出ないよと。で、そこそこ資金が必要、まあこれも先ほどと同じ理由ですね。販売している店舗の利益が乗っかっているからってことが言えますね。で、だからリスクが大きいと。まあ輸入もそうですね。これも同じことが言えます。はい。で、それと引き換えにね、古物市場を使った転売がどうなのかっていうと、まあこれはもう僕がね、散々言ってることなんですけれども、まずね、低資金で OK であるということが言えます。そして利益率が高いっていうことで、リスクがそんなに高ね、大きくないということが言えるんですね。で、このね、なんていうのかな、その先ほどのですね、店舗せどりの話で出てきたと思うんですけれども、中古品の商品をね、店舗せどりで店舗で見つけて転売するっていう手法は、基本的にはね、リサイクルショップとかを回って、転売することが多いと思うんですね。リサイクルショップとか、まあブックオフとか、まあそういうとこかな、そこでせどりをして転売するっていう、形だと思うんですけれども、そのお店の利益が乗っかっちゃってるわけじゃないですか。でも古物市場を使って中古品の転売をするとどうなるかっていうと、そういったですね、業者さんとかお店の利益が乗っかってないわけですね。なので仕入れが安くなるっていうことが言えるんですね。で、まあ、散々僕がですね、このね解説していて、昔からやってるよって言ってることで、なんかね、この間見てたらですね、当時僕がですね、始めたばかりの頃に書いていた、なんかね、書類が出てきたんですよ。で、ここにね、なんていうのかな、この商品を仕入れて、転売して、利益がいくら出たみたいなことが書いてあるんですね。なんか手書きで書いてるんですよ。なんか可愛くないですか。今だったら絶対手書きにしないんですけど、そんなのがですね、こうやってね、たくさん出てきてて、面白いなと思うんですけれども、ここがね、23年の1月19日とか言って書いてあったりするんですけど、23年なんでもう何年前、10年前、9年前みたいな話ですか。で、ですね、店舗せどり僕当時やったことがあって、トレジャーファクトリーで、食洗機かな、食器洗浄機、こんなね、こんなやつが、うわ、これめっちゃ利益出るじゃんと思って、3台ね、店にあった食器洗浄機全部買って帰ったことがあるんですけれども、その時のですね、利益が、仕入れがですね、7990円。で、その食器洗浄機ですね、を買って、25,700 円で売って、17,710 円の利益が出たってここに書いてます。あとね、12,900 円で仕入れて、まあ、26,000 円で売って、で、利益が13,100 円っていうふうに書いてますね。で、あともう一台が、仕入れがゼロ、これちょっとよくわかんないな。あ、ゼロじゃない、9,990 円か。9,990 円で仕入れて、23,000 で売って、13,010 円で売ったっていうような、そんなですね、このね、利益のやつを書いたりしてますね。で、店舗せどりはですね、僕はもうほとんどやらないので、この時のこのトレジャーファクトリーのですね、この食器洗浄機3台が初めての経験だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、その時はですね、結構利益が出たんですね。で、まあ、当時はですね、まだですね、メルカリもなかったし、オークファンっていうものをね、そんな浸透していなかったので、店舗で仕入れてヤフオクで売ればですね、
そこそこ売れたということがあったりしました。これがですね、僕の店舗セドリの経験と、利益は当時は出たけど、まあ今はねちょっときついんじゃないかなっていうのが正直なところですね。電脳セドリはどうなのかっていうと、まあこれはですね、輸出と絡めて僕は電脳セドリをやりました。はい、でアマゾン輸出をやっていたんですけれども、このね電脳セドリね、本当にね検索する時間と手間がね本当に大変なんですよ。で国内のまあ楽天とかね、ヨドバシカメラとか、あとアマゾンとかで、売れる商品、利益が出る商品をね、こう1日何時間もですね検索して、そしてそれを仕入れて、そのままね FBA 倉庫に送るっていうことをやります。ただこの間にはですね、関税も入ってきたりするんで、ちょっとめんどくさ、まあ、輸出の場合はね関税とかが入ってくるんで非常にめんどくさかったんですけど、手続きとかがあってねめんどくさかったんですけれども、なのでこれもですねやめました。っていうのも、仕入れた段階ではですね売れるっていう商品も、出品した段階ではですね他の参加者がどんどん増えてきて、利益率がどんどん下がっていくんですね。で、当時は 20% 出た利益も 10% に下がり、ゼロになり、マイナスになりっていうことがね、もうね時間経過とともに起こってくるんで、これは非効率だなと思って、すぐ撤退しました。使ったお金は150万以上、使ったんですけれども、結局やめてしまいました。はい、で、まあ、輸入の方はどうかっていうと、まあ、中国輸入はね僕はやったことはないんですけれども、eBay から買ってみて国内で売るっていう転売はちょっとやってみたことがあります。ただこれもですね、やっぱり輸送費と、あと商品を探す手間がかかって、ちょっとめんどくさいなっていうのが正直なところですね。古物市場に行った方がね簡単なんですよ、話が。なのでこれも古物市場と比較した結果、ちょっとね手間が大きいなと、で利益も出ないなっていうことで、まずやめました。はい、ね、まあ結局何が言いたいかっていうと、このね古物市場を使った転売が初心者にはね本当に向いてるんですよ。でこれね、まあ、低資金で OK っていうことと、利益率が高いっていうことで、リスクが小さいっていうことと、効率がいいんですね。で1回の仕入れに行って、まあこれ、ね、場所にもよるんですけれども、結構な量仕入れることができるんですね。最近あの動画の中とかでも、まあ、ジンジンさんとか、まあ、海坊主さんとか、リトルフェザーさんとかね、いろいろ僕は紹介してると思うんですけれども、もうね慣れてしまったらね、こんな楽な商売ないな、楽とは言わないけども、こんなにねあの利益が出る転売手法ってあったのっていうふうに思うと思うんですね。で1回の仕入れで結構な量がね買えたりするわけなんですよ。もうむしろねこのね電脳セドリとか店舗セドリの逆の現象が起こります。で利益が高いし、商品の仕入れもね量がたくさんできると、もうね出品が追いつかないよねっていうような話になってくるんですね。はい、でここの段階でね利益が出始めたら規模拡大しようかなとか、事業ね、なんていうの、独立していこうかなとかね、本業にしていこうかなって話になってくるわけなんですね。はい、じゃあですね、なんでですねこれが初心者に向いているのかっていうことについて、まあ、僕のですね25歳当時のですね頃のお話を交えながら説明していきたいと思います。